Rampage with Gene Riku, The Rampage from Exile Tribe。皆さんこんばんは、ザランページ from Exile Tribe リーダーのジンとボーカルのリクです。ウィーケンドザランページ本日も生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあね、今日も金曜日週末ということなんですけれども、うん、明日から土日始まりますけど、全国的にね、まだちょっとコロナがこう収束してなかったりするんで、うん、そうですね、まあね、お出かけされる方もいらっしゃると思いますけれども、うん、しっかりあのね、まあウイルス感染予防対策皆さん しながら、うん、ぜひあの外をお出かけして、いただく際は注意していただきたいなと思うんですけれども、はい、メール一通読ませてください。神奈川県ゆずさんから、今日は北斗くんの2年7ヶ月ぶりの登場ですね、ということで、2年7ヶ月なんですね。そして、映画わたもて公開おめでとうございます。ありがとうございます。私はまだわたもてを見てないんですが、映画についてのトーク楽しみにしてますということなんで、まあ、今日はね、まあ、事前に予告もしている通り、うん、メンバーからね、北ちゃんが来てくれるということなんで、はい、まあ、映画の話だったり、うん、まあ、プライベートの話だ。僕らも結構ね、プライベートの謎に包まれてるとこあるんで、北ちゃんが。確かに。まあ、ちょっとね、そんな話をたっぷりしていきたいなと思うので、はい、早速行きたいと思います。Weekend The Rampage! お送りした曲は The Rampage from Exile Tribe で One More Kiss でした。さあ、今宵はモテモテナイツが登場だ。 Yeah, baby! Weekend Riku The Rampage from Exile Tribe。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。確実にテンションバグってたねバグってた、はい、はい、ということで番組終了後、今日はちょっとねセッティングもあるんで9時35分からニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行います、はい、スマホパソコンで楽しむことができます。こちらもぜひ、チェックしてください、はい、ニコニコチャンネルと検索して出ます。ということで早速も、はい、ゲスト紹介しましょう。お願いします。この方です。イエーイベイビー。おお、はい、皆さん久しぶりです。むつみあすまです。お願いします。今日はむつみ先輩に来たんだ。レアだ、レアレアだよこれ。イエーイベイビーもレアやけど、イエーイベイビー。さあむつみ先輩役、はい、吉野北斗さんが来てくれた、はい、ということでね、久々っすね。よろしくお願いします。ね、さっきゆずさん連絡メールくれましたけれども、はい、2年7ヶ月前ということで。そんな前か、ね、すごいな。しかもクリスマスでしたよね。そうだよ、確か。そうだそうだ、クリスマスコスプレしましたもんね。してたね。ということでね、まあ、今日は北ちゃんよろしくお願いします、はい、久しぶりの生ですけれども、はい、どうでしたか、まあ、ちょっとね時間経ってますけれども、自粛の期間とか、はい、まあ、プライベート家でこんなことして過ごしてたみたいなとか、はい、あります。もうひたすら、さっきもインスタライブで言いましたけど、うん、ドラマ、はい、映画、はい、動物の森ですねひたすら。じゃあもうインプット超たくさんしてたんや。めっちゃしましたよ、はい、いいね。だから、まあ、それこそ、うん、まあ、ザランページの、はい、まあ、客観的に見れる時間にもなったんで、はい、まあ、いろいろライブとか、うん、YouTube でなんか見たりとか、うん、してましたね。なので、そこになんかちゃんとウィーケンの名前が出てこないっていうのがちょっと問題かなと思う。ウィーケンはでもね、やっぱ感じてくれてるわ、ね、そうですね、待って、感じるとは伝わってるんだよ、はい、そのさ、はい、まあ、僕はパフォーマーで結構、うん、あの自分たちの曲とかランページの曲ね聞いたりするんですけど、ボーカルチームってどうなんですか、うん、その辺は。まあ聞かないっすよね。聞かない、聞かないけど、はい、でもその新曲とか、はいはい、なんだろう、取り立てはめっちゃ聞きます、ね、そうなんよ、めっちゃハマっちゃうっていう自分たちの曲で、撮るまでと、うん、撮ってすぐあの完成しましたで、まだそのうちらしかボーカルチームしかもあの送ってもらわない音源はめっちゃ聞くのよ、うん、はい、めっちゃ聞きます、でも作品化でイエイコで配信ですってなると聞かなくなっちゃう。なるほど、まあ、ライブでこう新鮮さを出すため的なこともある、まあ、そうですね、はい、なんかさ、そのまあ結構ねこの自粛期間中僕ら配信みたいなやらせてもらったじゃないですか。その時になんか北ちゃんのやっぱ料理のね腕が上達してきてるっていうのも話題になってきましたけれども、うん、はい、どうなんですか最近手応えは。自粛かけてちょっとサボってる。まあそうですね、もういいかなってやりすぎて、うん、もう料理疲れしちゃいました。あでも昨日なんか餃子作るって言ったじゃん。あ、作りました。作った、はい、食べに行きたいよ、うん、なんかそういうなんだろう、そういう時間僕好きなんですよ、うん、まあ、スーパーに行く時間も好きだし、うん、
なんか それまでの道のりというか、うんうん、街並みをこう歩いてる時間も好きだし、うん、そういうリラックスした空間がすごい好きで、うん、はい、確かになんか僕ちゃんって歩いてるイメージめっちゃあるかもな。めっちゃ歩きますよ。歩いてるって言うよね、話してるよね。この間もなんか、はい、あの先輩のアキラさんとなんかばったり何回か会ったってさ、はい、なかなかエグザイルのアキラさんと道で会うことないからね。ないよねこれ確かに。そうなんや。じゃあ結構わざわざ歩いて行ったりとかすんの？はい、行きますね。だからこの間、はい、10キロぐらい歩いてました。1日で？1日ですごいな。携帯でなんか測れるんですよ、うんうん、あるねあるね、アプリで見たら10キロ近くある。すごっ、マジで。でも生活自体はアウトドアなわけじゃないんや。いや、そうでもないですね。だから普段ご飯にも行かないし、はいはい、飲みにも行かないから、うんうん、なんかその時間をそこに使ってるって感じ、うん、でも北斗はさ、その10キロさ、こうやって今の時期歩いたとしてもさ、こう綺麗にさらっとしてるけどさ、我々が歩いてもタオルなくしてはさ、まあね、歩けないよね。まあ、そんなさらさらと歩かれへんからね。無理です、ビッチョビチョになっちゃうから。まあまあそんなね、ちょっとこういつ会っても爽やかな北ちゃんですけれどもね、先日主演映画の私がモテてどうすんだが公開されましたね、はい、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。いやーね、もちろん見に行かせていただきましたよ。見ましたよ。ありがとうございます。はい。はい、どうでした、その、はい、率直に、まあ、主演映画が公開されたっていうことなんですけど。しかも初主演ですからね。うん、まあ、ねえ、まあ、時期が時期で、はい、まあ、いろいろ、まあ、公開されるかなっていう不安とか、うん、まあ、皆さん来てくれるかなっていう不安もあったんですけど、うんうん、まあ、何より、まずはね、公開できた喜びと、うんうんうん、なんかこう、実際にこう、作品の、なんだろう、感想をリアルタイムで聞けるっていうことはやっぱ嬉しかったですね。まあ、確かにね、初めての主演っていう立場で、うん、やらさせてもらってるんで、はい、まあ、よかったなっていう言葉に聞きます。まあね、だから当時のだから言ったら北斗少年からしたらやっぱり考えられない出来事じゃないですか。 だって映画のさ、うん、スクリーンの中でさ、はい、主演やるってさ、うん、いやでも、うん、そんなこともないですよ。そんなこともない。そう、ね、絶対にやってやるっていう気持ちで。あ、うん、これ今んこんなやっぱこの気持ちの差ですよ。今もうほら見てく聞いてくださいよこの、ね、いやでももうあの最初の冒頭のシーンで北斗が出てきた時に俺リアルグッってなった、うん、っやっぱ掴まれるよね、うんうん、やっぱそこに対する気持ちみたいなのがやっぱ伝わってきますけど、はい、でね、ご両親とかなんかさ、お母さんお父さんとかやっぱ連絡くれたりとかした。まあライブビューイングみたいな、うん、あ、生中継の、はい、うん、舞台挨拶の時に、あの行ったよみたいな、よかったよ。あ、マジで、はい、なんかあの見に行く時さ、うん、どうやって北斗に伝えたらいいかなと思って、とりあえず来たよっていう自撮りを買って来ました来ました、怪しい格好した、ね、やっぱあの映画館で見る良さが、うん、まあるから臨場感でね、そうそう、嬉しかったですよ。さすが九州男児で、映画について感想が届いてますね。高知県加納龍さんから、うん、北斗くん、はい、演じているむつみ先輩と共通している点、そしてここは違うかなって点があれば教えてくださいということで。共通点、うん、なんだろう、でも、うん、むつみはなんだ、おっとりしてるじゃないですか、はい、マイペースじゃないけどちょっと数センチ浮いてるぐらいのおっとり感、うん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 、ちょっとね、他の人とちょっと雰囲気違う、はい、僕もわりかしなんかマイペースで、うん、なんかちょっとなんだろうな、おっとりしてるってよく言われる、うん、言われるんですよ、うん、そう、そこは似てるかなっていう雰囲気、独特の時間軸があるみたいな感じだね、うん、はいはい、うん、あとはなんか一応オタクっていう設定で、はい、お城が好きなんですよ娘は、うん、で一つのことに対してめちゃめちゃ熱中するタイプで、うん、だから僕もわりかしハマっちゃうとめちゃめちゃやっちゃうんですよ、うん、ハマったらハマる、うん、飽きたら飽きるみたいな、うんうんうん、そういうところはなんか似てるかな。あ、なるほどね。結構ね、そのまあだこう男子役が4人いるわけじゃないですか、はい、メインのでね、1人の女の子を好きになって一人一人のこうな好きなアプローチが違うわけじゃないですか、うん、だからあれがすごいなんか見てて面白いなっていうか、うん、多分ね、男性陣が見ても自分ってどのタイプなんだろうって思わなかった。俺は、どうだ、俺はね、確実にむつみ先輩タイプじゃないね。あ、下手くそのタイプ。あ、もうまっすぐ伝えるタイプ。そうそう、もう五十嵐タイプですね。だね、もう好きですって言っちゃうみたいな。はい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 、仁さんもそっち
だろうなかな、はい、いや、ジン君こそ意外とちゃんと戦略立てるよ。俺確かにそうかも。俺ね、あんま自信ないから、はいはい、その、むつみ先輩ではなくて、うんうんうん、違うスタイルの攻め方、うんうん、また違うスタイルね、うん、あれはさ、むつみ先輩がナチュラルに自分のやり方でああいう伝え方をしてるけど、うん、ね、いやすごいのは別にむつみ先輩は別になんか好きにさせようとしてるわけじゃなくて、うん、シンプルにその子を思いやって動いてるだけっていうか、そうそうそう、それがね、素敵ですよね、はい、素敵よむつみ先輩。もう一通いただきましたね、はい、宮城県いちかさんから、北斗さん、わたもて公開おめでとうございます。わたもてを見に行った後、私の母と映画の話で大盛り上がりでした、うん、母と言ってくださるんですね。北斗さんが、髪の毛をセンター分けすると美しい顔が見えすぎて眩しかったですということで、あららら ら, ら, あ, ら, 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 ら、あれもじゃあ原作に寄せてっていう。いや、もうかなり頑張りました、忠実に。だからやっぱり原作っていうことは、うん、そのファンの方がもういるじゃないですか。そうですね、はい、だからその方々にも失礼がないように、うん、なるべくもうできる限り寄せに行ったって感じですね。だから喋り方も寄せてるんですよ。なるほどね。そうなんですよ。アニメの方で声優さんがそういう感じで結構優しめなんですよ、うん、だからちょっとそこに寄せて、なるほど、まあ、雰囲気とかも、はい、結構監督ののりさんとも相談しながらやってみたいな。そうですね、打ち合わせの段階で、うん、結構むつみっていうものに対して、うん、まあ、こうだよねっていろいろ話し合って。なるほどね。あの廃炉の後だったんで、はいはい、ちょっとねキャラクターの、ね、そうですね、そうだよね、つかさが出ないように。なるほど、はい、なんかそこをなんかこう北ちゃんの中でいろいろ葛藤じゃないけど、うん、こうちょっと自分の中でこう、うん、難しく感じてしまってるとこを見てたから、うん、そうですね、本当に実際に作品見ることができて、やって活躍する、ね、とこ見ると本当に嬉しかったよ ね。はい、まあ、そんな映画についてちょっとじゃあ改めてここで北斗さん口から、お知らせお願いします。はい、はい、ただいまですね、はい、私がモテてどうすんだ公開中です。またですね、はい、舞台挨拶とかもいろいろ決まってくると思うんで、うん、まあ、そちらの方も楽しみにしつつ、はい、まあ、感染予防もねしっかりして楽しんで見ていただけたらなと思います、はいはい、ということでじゃあここで一曲お送りしたいんですけれども、曲振りお願いしてます。はい、私がモテてどうすんだの、主題歌、ガールズガールズさんで私がモテてどうすんだ。お送りした曲はガールズガールズで私がモテてどうすんだでした。さてここからはゲストの北斗と一緒にこちらの企画をお送りしましょう。私がモテてどうすんだ公開記念特別企画、人力がモテてどうすんだ公開への道。イエーイ、エコーがすごい。いやさあ、ということでね、先ほどお伝えしている通り、先日ね、北斗の主演映画、私がモテてどうすんだ、はい、公開になりましたけれども、うん、やっぱ、はい、僕ら二人も正直嫉妬してるわけですよ。するよ、そりゃ。嫉妬してんのか。やっぱね、主演映画が公開しましたって、やっぱ胸張って言いたいよね。胸張って言いたい。言ってみたいんですよ。で、我々が言える場所はここしかねえ。うん、なんで、こっからはですね、僕らの主演映画、ジンがモテてどうすんだ、並びに、リクがモテてどうすんだ、公開に向けての訓練をね、訓練ですね、していきたいと思うんですよ。特訓ですよ。うん、特訓。教えてください。ですけど、まあ、具体的にね、はい、何をするかと言いますと、はい、これから、お題が出ます、はい、で僕らはそれに対してモテオーラ全開で、素敵なセリフを発していきたいなと。アドリブでね、まあね、北ちゃんは、ね、もうあの出し尽くしたと思うんですけど、はい、絞り取ってください、はい、で、まあ、これやることによってやっぱ僕らもね、モテを使う、モテテクニックをね使えることができるんですよ。そうですね、それの特訓をちょっとね、はい、北斗さん付き合っていただこうかなっていう。はい、ウィーケンの悪いとこ出てますけどね、ガンガンもう、ね、ダメ出しとか全然してもらってない。もう一度ほんましてな。早速やっていきますよ。やっていこうか。最初のお題は、じゃあ最初のお題、うん、授業中隣の席に座っている女子があくびをしていた、うん、そんな時の一言。何それ何それ。あ、そうそう、あのね、そう、この番組悪が強いのよ、うん、癖強いですね。癖しかないから。そう。で、普通はね、こんなところでキュンとは来ないですよ。だから授業中ね、隣の席に座ってる女子があくびをしていた。うん、そんな次の一言ですよ。うん、どうかけるか声かけてもいいです。むず。むずいですね。俺はもう決めたぜ。おぉ。あ、早いね。うん、むずいっすね。むずいよ。え、甘い一言ってことですよね。まあ、まあ、ちょっとモテセリフやね。モテセリフ、ね。うん、まあ、想像してください。イマジネーション大事ですからね、イメージが。
もしちょっと出なかったら、リクさん、僕、北斗の順にしますけど。もうリクさんできてます、ね、もうできてるよ。じゃあ、ちょっといいですか。いっちゃうよ。じゃあ、じゃあ行きますよ。はい。じゃあ行きます。隣の女子があくびしました。はい。お前のあくび映ったろ？あー、シンプルでいいっすね。いいね。以上です。いいっすね。優しいですね。甘い。声が甘いっすね、やっぱ。うん、リクさん。甘いですね。いいわ。じゃあ僕次行ってもいいですか。僕も出てきたんで。はい、やもはい、じゃあティンさんお願いします。じゃあ曲振りあれもらっていいですか。お題振りを。隣の女子があくびをしました。たまんねえな、俺のカレーパン突っ込んでやるよ。すげえの出てきた。すごいな、俺のカレーパン。あめさん、もうこの後はやだ。どうしようね、やりづらくしてどうすんだよ。やっぱあかんわ、やっぱさ、俺やっぱさあかんわ、こういうとこで自分出しちゃうのはダメなんだ。これでやっぱり真骨頂を見せてほしいわけですよ、僕らはね、うん、そうね、ブレちゃうか俺らは、うん、そうなの、すぐね、あのね、うん、寄せちゃうんだよ本当に難しいな、頼むよ。いや聞きたいですよ、皆さんは北斗さんのお手本を聞きたいわけですよ。もう行く、大丈夫、もうちょいで考える。いや、じゃあちょっと待ってくださいね。うん、まあ、じゃ あ, あのカレーパンを突っ込むって思ったきっかけ、うん、あのそのいや理由を教えてください。なぜカレーパンなんでしょう。そのあくびをして 大口であくびをしている女性ってなんかちょっとわんぱくなイメージが、うん、ちなみに授業中ですよ、浮かんだんですよ、授業中ですよね、はい、うん、だから授業中でも大きいあくびをしてしまう、それを僕見てしまったと、うん、いや、なんか彼女に何かしてあげたいな、うんうんうん、口の中にカレーパン突っ込むしかないなと思ったんです。はい、じゃあもういいですか。はい、じゃあ行きますよ。はい、授業中隣の席に座っている女子があくびをしていた、そんな時の一言どうぞ。おい、そんなさ、オフっぽいとこさ、他の男に見せんなよ。俺だけでしょ、見せんのは。君の大丈夫ですか。なるほど、なるほど。そういうこと。はあ、だから劇中でね、山口ののかさんがね、言ってた、ぬおーっていうの今出たもんな、出た。あ、すごいね。そういうことだ。いや、そういうこと、そういうこと。これが120点。あ、よかった、よかった。いや、そういうことね。もうあと1問ずつぐらいいけるよ。はい、もう一週行こう。もう一週行こうか。時間まだちょっと残ってるんで。うん、はい、まあそうですね。さあ、続いてラストでございます。続いての話題はこちらです。終電で帰ろうか迷ってる女子がいた。そんな時の一言。なるほどね、これ難しいよね、これは。そうですね、うん、さあここでモテるセリフを言えるのかどうか、全然順番自由ですからね。そうですね、じゃあもし決まったら最初にもうやっちゃってもいいですし、はい、うん、時間があれなんでね、電車で終電か、そうですね、終電で帰ろうか迷ってる、迷ってんのね、うん、そっか、うん、まあね、準備が良かったら。じゃあ行きますか。おー、じゃあ北ちゃんから行きましょうか。聞きたいですね、皆さん。耳澄まして聞いててくださいね。終電で帰ろうか迷ってる女子がいた。そんな時の一言、どうぞ。え、もう帰んの？普通に嫌だ。いや、シンプルじゃないですか。いいね。いや、普通に嫌だはリアルだよな。リアリティだな。ね、それ多分、ああ、刺さるね、やっぱ。シンプルにいきました。やっぱこのさ、こう、大げさなものもいいけど、やっぱリアリティやるのもいいよね。ね、いやー、帰ろうとする。リクさんはどうですか？ありますか？じゃあ、そうですね、行きましょうか。行きますか、うん。じゃあ、リクさんのチャレンジです。特訓ですかね、これ。はい。終電で帰ろうか迷ってる女子がいた。そんな時の一言、どうぞ。ちょっと待ってよ。迷ってるなら帰んなくてよくない？お家まで送るよ。やっぱストレートだね。いいっすね。リクさんっぽい。みたいに、リクさんっぽい。リクさん言ってそう。なるほどね。やめろ。はい。なるほど。じゃあ、ということで。ちょっとドキドキしてる。これ、最後ですよ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと、お願いしますよ。本気で俺もマジで、自分のシチュエーションなんだと思って、はい、じゃあ、やるわ。うん。ちゃんと入ってください。え、いい、振って。うん。いくよ。じゃあ、終電で帰ろうか迷ってる女子がいました。そんな時の一言。そうか。そやな、もう。帰らなあかんやな。豊子線終わったけど、JR 山手線ならまだあんね。しまったー。しまったー。あかん。なんか最初頑張ろうと思ったんけど、なんか心臓がバクバク言って、なんか東横線って言えって俺の、こう、ハートが言っちゃった。うちなるジンくんがね。いやー、でもさ、
なんてやろ、こういうこと言う、なんてやろさ、ドキドキとかプレッシャーやっぱあるよね。いや緊張しますよね。緊張するね、はい、すいませんごめんなさい、うん、一つだけ聞きたいことがある、うんうん、これで本当に特訓になってますか？いやいやいやおふざけタイムになってる気がするんですけど。いやいいな、勉強させてもらったし、はい、これで多分、はい、なより一層映画楽しみになったと思いますよ。はい、はい、ということでね、以上私がモテてどうすんだ公開記念特別企画人肉がモテてどうすんだ公開への道でした。なんとこの企画動画パートでもやっちゃうので、やっちゃうよ、お楽しみに。楽しみに。ということで、もうあっという間です、奥ちゃん。もう終わっちゃうよ。ベイフからお送りしました、ウィーケンドザランページ、お別れの時間です。はい、この後はニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行います。はい、皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。北ちゃんにも引き続き登場していただきます。はい、ということでここでお知らせです。ライブイエーボリューム2、家で楽しむビッグステージ、オンラインイベントですね、7月20日に、ありますので、うん、アップさんにて、流れます。ぜひ皆さんチェックしてください。ということで最後、じゃあ北ちゃんもう一度、はい、お願いします。お知らせ、お知らせ、はいはい、私がモテてどうすんだ、うん、現在公開中でございます。はい、この作品はですね、うん、とても笑える作品となっております。うん、今こういう状況で大変ですけども、はい、少しでも皆さんの心がハッピーになれるような、うん、作品ですので、皆さん感染予防をして、ぜひ楽しんで見ていただけたらなと思います。お願いします。お願いします。先ほどメールいただいたみたいに、ちょっとこう、うん、ね、家族で行ったりとか、うん、まあ、友達同士で行って、うん、はい、なんかちょっと感想を言い合ったりとか、はい、なんかそういうのもいいよ ね。 ちなみに僕見に行った時はご家族で来られてる方もいらっしゃる。嬉しいですね、ありがたい。もちろんね、一人で行ってこう噛みしめる人もきっといると思うんですよ。まあ、いろんなね楽しみ方ありますから、うん、はい、皆さんでね、なんか笑ってほしいです。笑い合って楽しんで見ていただきたいですね。うんうんうん、僕もね結構ね、その劇中の特訓のシーンは結構好きでした。さあ、メールいただきまして、静岡県ゆあぺぺさんから、りくくんの甘い一言の後にじんくんのどぎついカレーパンができて腹筋壊れましたということで、その後の北斗くんにキュンして戻ったので耳が幸せですということで、よかった。いや、それはもう我々のねこのラジオが一番求めてるもんですから。いや、狙い通りでしたね、やっぱね。いやいやいや、まさかあそこでカレーパン来ると思わないでしょ。 いや勉強にね、こっちが勉強になりました。逆にね、はい、逆にいやね、ということで、まあまあこの後動画パートもやるみたいなんでね、はい、僕ちゃんも引き続きちょっとお相手していただきながらなんで、よろしくお願いします、お願いします。お願いします。さあ、ということでこの土日はわたもて見て、キュンキュンして笑って、ぜひ過ごしてください、はい、ということで、ウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのは、ザランページフロムエグザイルトライブ、リーダーのジンと、ボーカルのリクと、ボーカルの吉野北斗でした。バイバーイ。バイバーイ。またもて最高です。後ほどです。